どうもグリゾンです。では今回もラストオブアースの続きをやっていきたいと思います。さあエリを探しに行きますよ。行くぞ。おお。さあ行け。なんかあれ思い出しますね。なんだっけ。遠くには行ってない。うん。大丈夫、見つかる。え、これ何どうすん。ガキめ。いつもこうなのか。いや違う。わけがわからん。わけがわからん。そうなんだっけ。なんかこれに似たような感じのゲームがあるんですよね。こっちじゃないようだな。行き止まりだ。なんで何も言わないんだ。降りられんのかな馬から。あ、降りられないんだ。ほら、こう左の方じゃない。足跡、森に入っていた。エリー、何のつもりだ。行くぞ。行け。これ後で自由に行けるのかな。おい、足跡だ。よし、そっちか。はい、ん？行け。わあ、なになに？敵は何だ？ハンター？多すぎてわからん。守れ、援護する。弾がある。あ、外した。やべ、来る。あ、また外した。おお、王の杖。やっぱ王の杖よ。どこにいんの？おお、いたいたいた。そこだな。ちょっと待って、裏から行けそうだよね。こっち行けるかな。あ、行けるね。あ、この音。ちょっと待った。いたよね今。どこだ。え、このダーンって音は見つかると鳴るのかな。あ、いたいた。あ、火炎瓶だし。どこだ、もう一人。あそこか。それはこっちのセリフだ。あー遠いな。うわっ、ああちょうど撃とうと思ったところで、ほら、ああ弾がないな。あ、おう、わっ、身内か。やばいやばい。
っと待った、回復しよう。トミーはどこだ。トミー、援護してくれ。なんかないかな。お、よし。お、矢がある。オッケー。これなんだ、地図じゃないの？違うか。これ全然使わないな使うこと忘れちゃうね。あんな離れてんの、トミー。頼むよ。もう敵いなさそうだよね。いるのかな敵動かないと表示されないんですよね、これ。ちょっとあっち行ってみよう。あっちの建物もなんかあるかもしれない。あ、入れないのか中に。あれ？行けないの？じゃあここら辺の、あ、何、え、これ登れんのかな。登れないよね。え、トミーのところに一回戻るのかな。あ、ちょっと待って、こっちなんか、お、なんかある。オッケー。さあ、馬へ戻ろう。ああ、馬がないと越えられない感じか、あそこ。足跡がついてる。うん、捕まってないといいが。ねえ、ほんとだよ。お、なんか光ってるよ。馬から、馬から降りられないや。ダメか。よし、行け。ここは何もないね。いや、なんかゾンビが全然出てこないからいいですね。あれ？あ、降りてないか。トミー、馬からは降りてるように見えた。いいっすね、こういうとこを馬で駆け抜けるの気持ちよさそう。行くぞ。お、なんかあるね、牧場みたいな。見ろ、牧場だ。馬がいる。エリーはそこだな。なんか人が住んでそうだよね、雰囲気的に。盗賊はいないな。うん、
気をつけろ。エリー、ちょっとショットガンにしよう。あ、ショットガンは弾がない。これも弾ないな。ちょっと違う武器に。広い家だな。いいな。またタグだ。あんまないな、物が。トミーはまた待機ですか。トイレ、サプリメント、サプリメント結構溜まってるかな。45か。あー、でもちょっと上げとこっか、治療の速度。人は住んでなさそうだね、ここ。お、弾だ。お、よし。これ以上持てない。この音がいいですね。一個一個。いい感じですね。持てないんだ、それでも。そっか、もう1階は大丈夫だね、これで。こんな田舎の牧場でもパソコンはちゃんとあるんですね。時代ですね。おじいちゃんがやってんすかね、カチャカチャ。ないな、ここじゃないのかな。あ、ノートパソコンがある。鳥の鳴き声かな。お、ここか。ここに部屋、あ、結構あるね、まだ。バスルーム。すげえな、この家。バスルームいくつあるんだよ。あれ？ここ入れないの？あれ？ダメなの？なんか入れそうな雰囲気だけど。ダメか。じゃあ降りよう。あれ、こっち行けない。他に行けるとこないのかな。じゃあこの家の中だよね。どうしたらいいんだろう。あの部屋じゃないの、やっぱ。入れないんだよね。はい、ですね、
さっきのバグだったみたいですね。なんかこの直前のポイントからやり直しっていうのをねやったらですね、家に入った瞬間にジョエルがエリーって叫んだ時にエリーがこっちだよって言ってくれたんですよね。やり直したらね。でトミーもこうやってね中に入って待ってくれてるんですよね。二人で話してこいって言って。なのでさっきのやっぱりバグでしたね。まあじゃあ上に行きたいと思います。そのやり直した状態なんで、まあ物は あるね。まだあった漫画か。これでもさっきなかったな。バグるとそういうアイテムとかもなくなったりするパターンがあるんですね。じゃあちゃんと見とかないとな。多分奥の部屋に行かなきゃいけないんですよね。いやー参ったな。こういうバグあるんですね。初めてですね。ここは特に、あるね。ちょっと作っとこうか。あ、もう作れないのか。いっぱいか。何もなし。じゃあ入ります。昔は平和だったね。男の子に映画、あとはファッションの悩みぐらいだ。バカみたい。行くぞ、急げ。ほら、嫌だって言ったら。お前は貴重な存在なんだぞ。ああ勝手に逃げ出して死んでたかもしれないだろう。バカなことはするな。私だってあんたにがっかりした。お互い様。何が気に入らないんだ。ずっと私を誰かに押し付けたかったんでしょう。トミーの方がキリンに詳しいから。そんなの嘘。悪かったな。だがあいつは俺よりも信用できるんだ。ごまかさないでよ。何を怖がってるの。私がサムみたいになるって。私は感染しない。迷惑はかけない。何度も危ない目に遭ったろう。でもちゃんと切り抜けてきたじゃない。トミーといればお前はもっと安全でいられる。あの子とは違うよ。何？サラのことマリアに聞いたの。エリー、その話だけはするんじゃない。気分を悪くしたなら謝る。でも私だってなくした。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。私の大事な人は全員私を置いてったか死んだの。全員ね。あんた以外は他の人といた方が安全なんて嘘。置いていかれたらもっと不安になるの。そうだな。娘じゃないし、俺はお前の父親じゃない。だから別の道を行くんだ。やばいぞ、誰か来た。二人入ってくるぞ。家の中にもいる。あ、来た。どうしようこれ。一人だけか。二人いるね。なんだ。
付けを払わせる。あ、やべ、バレた。よし、出てこい。あれ出てこない、あいつ。あ、なんでこいつまで吹っ飛ぶの。あ、たまねえ。どうしよう、ちょっと銃を変えよう。よし、これ以上持てない。待ってろ。もったいないから。じゃあ、下の様子がわからないな。おお、それずるいべ。あ、来た。これをもらおう。一発だけか。あ、入れる。火を払わせるからね。お、マチェーテ。もういない？よし、もう安全だ。馬のところへ戻ろう。